逆転裁判男女2人で実況プレイ。さあなるほどくん、うむ、いよいよクライマックスだね。姫神さくら、どうやらターゲットは決まったみたいだな。ターゲット、ターゲッティングですわ。これで次法廷続くです。よし戦うぞ。ボッコボコだよね。ボコボコですって。じゃあデータロード中いきますよ。最終日、法廷引き続きのパートをプレイしますか。はい、はい、テレレレレ絶対勝つぞ。さあ10月20日午前10時、地方裁判所第4法廷。はい、ここでセーブだ。セーブです、基本ですね。いきます、お願いします。法廷だ。みっちゃん久しぶり。久しぶり、一日ぶり。これより煮干し三郎の法廷を改定いたします。完璧やね、もう裁判所だけは。警察側は準備完了しております。はい、そうなの。完璧。本当かよ。弁護ば弁護がぼかぼかぼか。ダメだね。準備完了。ちてぱちてぱ。今日は審理の最終日になります。検察側は弁護側とも濁点取んなよ。弁護側とも決定的な証拠の提出をするように。濁点難しいからね、外人さんは ね。でもね、手はっつって。では三木検事、冒頭弁論をお願いします。昨日の法廷で弁護人によって新しい説が提示された。そう、殺人現場は実は第二スタジオだったという。そうなんです。本日は実際にコテージにいた人間を証人として呼び、はい、その事実関係をはっきりさせたい。はい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 、ふむ、わかりました。水木です。今日はちょっと控えめだな。控えめ、具合悪いかもしれないじゃん、もしかしたら。トイレ行きたいんやろ。あー、そっか、お腹痛い。では証人を呼んでいただきましょう。事件当日、第二スタジオのコテージで会議をしていた、うん、姫神さくらプロデューサーを。おっと、いきなり来る。姫ちゃんリボンか。姫ちゃんのリボン。あー、そんななんか鮮やかな感じじゃないね、全然ね。証人、名前と職業を。来たよ、てんてんてん。夢神さくら、撮影所の P よ。P ね。P です。姫神 P、入りそうやな。P です。姫神 P 入りそう。証人は事件当日、第二スタジオのコテージで。そんなことはみんな知ってるでしょ？怖えよ。てんてんてん、はてな。余計なことは嫌い。どうしてもやりたいなら私抜きでやりなさい。むくく。みっちゃん、このパターン多いね。多いね。最近で崩されてます。おばちゃんからですね。なあ、女はタジタジなんですよね、女には。では証人、事件当日のことを証言してください。なるほどくん、この人が犯人なんだよね。まゆめちゃん確信つくね。あ、そうさ、絶対尻尾を掴んでやるぞ。尻尾なんかあんのか？角かもしれないぞ。こいつは絶対角でしたろ、紫画面から。角隠した角隠せ。モスラ見て、モスラのブリーチ。ブリーチ、あ、ガね。モスラブリーチ見てやれ。ガなのかな、これな。趣味悪いわね。正午の少し前、第二スタジオのコテージに入ったわ。なんでよくやったら金色の方であれ着てんの、着せるやねんな、よく考えたらな。金色の着せる。本当ですよね。なあ、コテージに入った。入ったわ。会議が始まったのは正午、終わったのは4時。え、読ませてくれない？あ、ごめんごめんごめん。トントン拍子に行きたかった。気合入りすぎた。トントン拍子に行きたかったな。完全に気合入ってた。いいよ別に。いや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 。それからリハーサルがあるから第一スタジオへ。気合が空回りした。そう、疲れてたからウザイに運ばせたわ。はい。会議の休憩は2時半から15分間だった、うん、ウザイと一緒にコテージの前で骨付きステーキを食べたわ。うん。第一スタジオに行って、そこで胃袋の死体を見つけたわけ。はい。そんなところね。さて、はーい、ふむ、証言で一つだけ気になったことがあります。どうしたどうした、調子乗ってんの。疲れていたからウザイに運ばせたというのは。車は、ライト版があったでしょ、第二スタジオ。はい、あれウザイに運転させたの。はいはいはい。サルマゲドンの首もあって危なかったし、うん、コテージの会議後、ウザイが運転して姫神を第一スタジオに運んだ。なるほど。では弁護人尋問を。最後の勝負だよ、頑張って。よし、行くぞ。行くぞ行くぞ。とりあえずは、はい、揺さぶりでしょう。揺さぶろうぜ。ここはええか。うん。勝負終わったのは4時。はい。リハーサルがあるから、これ一応言っとくか。そうね。なんとなく。うん。それは何時頃ですか。ほら、いい感じ。
忘れたわ。おい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 、忘れてる場合ちゃうぞお前。思い出そうという気はないんですか？ないわ。会が4時に終わり、リハーサルは5時からだった。はいはいはい、おそらくその間だろう。みっちゃん、おそらく何もそんなの当たり前だろうが。みっちゃんが補足をね、そう、疲れていたから無罪に運ばすと。これも一応言うそうです、ね、裁判官がなんか言ってくれた、ね、言ってたけどね。ちょっと待ってください。いやいや違う違う、なるほど、無罪に運ばせたってどういう意味ですか？さっき言ったわ、うん、ライトバン運転させたの、うざいに。怒ってんな。そういえばそんなこと言ってたっけ。おいおい、弁護人としてどうなんですかそれは。会議の休憩は15分なの。ここもコロナに喋っていきましょう。はい、15分は当たりね。その時間は何を？机を叩かないで。うるさいわ。やべえ、怒ってる。そうだぞ弁護人。あ。てん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 。漫才か。休憩した時間は15分、うん、無罪と一緒にコテージの前で骨付きステージをステーキを食べていた。ステージ、コテージの前で骨付きステージを食べた。ステージコテージ、ステージコテージ、はい、これ揺さぶりましょう。はい、ここめっちゃ大事だと思いません？これ大事です。なんとなくね、なんとなくやじゃなくて、これは決定的ですね。それを証明してくれる人はいますか？無罪。いや、その他の人たちは十分でしょ、一人いれば。休憩時間の間に事件が起こったとすれば、当然ステーキなど食べている暇はない。ステーキを食べていなかったという証拠はないかな。なるほど、くん、どう？もう少したくさん喋ってくれるとありがたいんだけど。相手は相手の P だもんね。でもきっとどこかに矛盾があるんだよ。だいぶ変えたけどね。はずをね、ちょっと変えました。すいません、まあ、なんかね、あの喋り言葉みたいな感じで、すいませんね。そう、それでは、ね、骨付きステージとステーキ、またよ、ステーキを食べていたわ。ここがおかしいんですよね。ここが怪しめるところがなんか一個あったよね。証言なかったかな。あれ、でも写真がないのか。これを出すと食べていたわの次は何だったっけ。待てよ、だけだったっけ。あ、これが最後 ね、食べていたわ。要するに食べてないんですよ。食べてないってことを証明したらよかった。ほんで、前、あの皿覚えてますか？あの皿、皆さん、あの皿、皿、皿には確か、じゃあ皿を見せればいいんじゃないかな。そうやねんけど、うん、皿がないんよね、骨を乗ってる皿。あの骨を乗ってる皿見せたらいいんかな。じゃない、だってあれ全部に睡眠薬が入ってるはずですよみたいになるの。2周しちゃってんけどな俺。あら、分かった分かった分かった、セーブして。セーブして、はい、じゃそれでつけてみたらいいいかがですか。これか。でもこれはスタッフエリア発見、ね、あれ、なんか皿、普通の皿なかったっけ。待って、睡眠薬はなんか関係ない関係ない、うん、ないんだよ。ないよな、じゃあこれいこう、うん、まず皿いってみよう。ダメだったらもうしょうがない。いけ、よし、よし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 、思った通り、そうきましたね。よしよしよし、よかったよかった。骨付きステーキを食べていた。しかしそれおかしいんです。どういうことですか？これを見てください。皿ですか？これはスタッフエリアのテーブルにあった皿です。ご覧のように大きな骨が残っている。うん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 。当然だろう、骨付きステーキなんだから。そう、これ覚えてなあかんかったから難しかったな。そうですね、そう、当然です。しかし思い出してください、コテージの外にあったテーブルの上を。そうなんです、この場面ですね。骨がないんですわ。このテーブルの皿の上には骨は残っていない。骨まで食ったって言えばいいんじゃないか。ほんまやな。骨まで美味しくいただきました。もし骨付きステーキを食べたのなら当然ですが骨が残ります。つまりあなたは骨も食べてあるわ、おかめさん。あったね。ステーキは食べなかったです、この人は。行くぞ。はい、ステーキは食べなかった。いいよ、骨も食べたです。あなたは休憩時間中ステーキは食べなかったのです。きっとステーキは焼却炉にでも捨ててしまったのでしょう。では姫神さんは休憩中何をしていたと決まってるじゃないですか。殿様に当てて、いじめだってなんだよ。うりうりうり、会ってたんでしょ。うりうり、殿様に会っていた。うりうりうり、
り、もちろん殿様に会っていたんですよ。さあ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 、最初にビークワイエット、まあ、まさか。そう、その通りです。パーン、ステーキを食べるためコテージを出た姫神さんはパーン、殿様に出くわしたのです。そしてあなたは彼をパーン、あ、どうやった、殺害したのです。その手でなってるぞ、なってるぞ、もう勝ち。これ表情変えなかったら絶対いいのに、ね、弁護人、その発言は問題が意義ありだよ。あ、どういうことだ。なるほど、君は、うん、構わないわ。来た、堂々としてる。私がやったと、うんうん、はい、面白いわ。久しぶりに退屈を忘れられそうね。ほう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 、いいわ。これからあなたと私の知恵比べといきましょう。ふむ、こくり受けてたぞ。七沢くん、しっかりね、やれ。任しとけ任しとけ。そうね、うん、確か凶器は殿様スピアだったわね。うん、はい。私見た通りか弱い女よ、うん、こんな私が重いスピアを自由に扱えると思って。はあ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 、これね、これ無理だと思います。これね、皆さん思い出そう、いろいろな、うん、これか、あのね、これを見るとなんか思い出すか。おっと、これもう答えだからあのね、重いスピアを自由に扱えるかどうかの話です今は。もうダメだろうよ、無理だよ無理まああなたでなくてもあれを武器にして戦うのは普通なら無理でしょうね。ふ、分かってるじゃない。でもそんなことはこの際関係ないんですよ。どういうこと。凶器はトノサマンスピアではなかったんですからね。はい、もう答え出しちゃったよ。出してるね、あっさりこいつら。何を言い出すのですか。違ったね、まあ、はあ、スピアは死体のそばに転がっていたのですぞ。ぞ、証拠をお見せしましょう。ぞって言ってた。トノサマンスピアが凶器ではないという証拠。これ何出したいの。トノサマンスピア、壊れてるもん。壊れてるってことか。うん、一度折れたところガムテープで修理した。これ行きましょうか。うん。いけ、壊れてますからね。証拠は言うまでもなくこいつですよ。でて、凶器そのものだと。いいですか。午前中の打ち合わせでこのスピアは一度折れている。折れたスピアを修理したのはおばあちゃんです。ガムテープでね。そんなもので、分厚い着ぐるみをつけた被害者の胸を刺せるわけがない。そうなんですわ。静粛に。弁護人、どういうことだ。自分は何を言ってるか。おだなり、私を無視しないこと。ブブブ、かわいそう。どういうことかしら自分が何を言ってるか分かっているの、うん、トノサマンスピアが凶器じゃないというのなら、一体胃袋はどうやって殺されたというの。どうですか、胃袋さんを殺害した凶器を提示できますか。できます。もちろんできる。できなければこんなことは言いません。いつもながらうさんくさいほどの自信ですねうさんくさいって言われてるでは指名していただきましょう。そんなこと言わないで。胃袋さんを殺害した凶器は裁判長。裁判長、そう、コインカンになってる。あ、裁判官だ。これ、これなん、どっかからね、裁判官になってるね。本当だ、裁判長だったんだよね。そうだ、あのね、これです、これです。え、GBA 版とかいろいろこう、あ、いろいろ進んでってるやんか、ゲームでね。どっかのところで裁判長から裁判官になったんだね。そうやね。ほう、なるほどね。まあさっき言った、はい、これじゃねえかと。これじゃねえかということですね。これじゃねえかと。はい、いきますよ。全くの再現をしたんじゃないかと。ちげえ、これじゃねえの。この写真を見てください。ダーン、なんですかこれは。 What is this? 階段の上にいるのは胃袋たけしですか。 What is this? What is this? It is 胃袋静粛に作業さなければ修理を修理しますぞ。修理しますぞよくわかんねえな、日本語。どういうことですか。日本語喋れへん。あ、そっかそっか。これは今から5年前、江戸撮影所で不幸な事故がありました。見てる通りの事故がね、
このことは一切外部には知らされなかった。エイトだけの秘密だったんです。それが今回の事件と何の関係があるというのだ。そう、水力検知まだ分かりませんか。階段から転落して鉄柵で胸を刺されたこの男を見て、なんということだ。この事故があったのは今から5年前でした。それと同じことが再び起こったのです。なんということだ。顔が出てたぞ今も。だいぶ、ね、なあ、やっちゃったかこれ。なるほど君、続けなさい。事件のあった日の午後2時30分、姫神さくらはコテージの外で胃袋さんと会ったのです。そして彼女は恋か事故かは分かりませんが、胃袋さんを突き落としたのです。鉄柵の上に。5年前胃袋さん自身がそうしたように。つまり被害者は胃袋たけしは、うん、自分が人を死なせてしまったそのやり方で、うん、今度は自らの命を落としたというわけか。はい、すごい推理やな。そういうことになりますね。 すごい、これどうこんなところに行ったな。確かに。なるほど、勝手にな、一人で。よくできた話。そうそう、その出任せの才能、うちの脚本家として欲しいよね。証拠はって言われるな、大体これな。ね、なんか反論がありますか。いい、あなたの言う通り胃袋はコテージで死んだとしましょう、はい、でも実際は死体は第一スタジオに見つかったのよ、うん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 、悪代官の着ぐるみの中からね。死体を第一スタジオに運んで着ぐるみの中に入れる、うんうん、そんなの休憩時間の15分じゃ絶対に不可能よ。一体私はどうやって死体を始末できたというの。簡単だな。これもコテージでは2時半から15分だけ休憩を取った。はい。その間に胃袋たけしを階段から突き落として殺害して、第一スタジオに運んで着ぐるみの中に入れる。確かに時間的に無理があるな。ふむ、確かに。いかがですか、弁護人、死体の問題については。やればできる。やればできる。いや、他の方法があったんですよ。他の方法があったんでしょう。死体を運び出す方法が他にもあったらどうでしょうか。どういうこと。何も無理に全てを15分に収めることはない。あなたには死体を運び出す方法が一つだけあったのです。いいわ、聞かせてもらいましょう。では弁護人、示してもらいましょう。死体を運んだ方法は。簡単じゃないかよ。もうこれ簡単ですよね。簡単でしょうよこれ。簡単ですよね。いきますよ。これですよ、ライト版ですよ。ライトバーンバーンで、これだろ。来た、姫神さん、あなたは死体を第一スタジオに運んだのです。このライトバーンに乗せてバーン。爆発したか。あなたはさっきこう証言しましたね。会議のリハーサルがあるから第一スタジオへ。早っ。最初だからウザに運ばしたわ。うん、第一分かったでしょ、ウザに運ばしたしな。ってことですね。言ってました。あなたはライトバーンに死体を乗せて第一スタジオに行ったんだ。そしてみんなが集まる前に死体を着ぐるみに入れたんです。どうしよう。ちょっと待て、ライトバーンを運転したのはウザイ監督だったはず。弁護人はウザイ監督が共犯だったというのか。まあこれはこれはね、共犯じゃないの。共犯やと思う。うん、共犯でしょ。てか共犯というか自由自在やからね、この人にとってはね、うん、あんな、そうでしょうね、いじめがいがあるやつはね。それでいこう。当然宇佐井監督は共犯です。死体をライトバーンに積み込むのも着ぐるみに入れたのも三上さん一人では無理ですからね。それに殿様の着ぐるみを始末させたんじゃないですか。胃袋さんの血がついてますからね。おそらくあの小さな焼却炉で焼いたのでしょう。どうですか姫神さん、まだ続けますか。まだ最終形態ではないぞ。確かに、もう結構、あなた見かけ以上にやるわね。はい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 。私の負け、楽しかったわ。やった。さあどうだ。
俺だっけこれ。いや。それだけですかって感じ？それで？そうだよな。それで？それで？やったかどうかを言わせてないからね、まだね。それで？うん。はてな。はてなじゃありませんよ。何か言うことはないんですか？何を言えばいいの？え？負けましたわとかなんとか。それならさっき言ったわ。確かにな。つまり、姫神さくらさん、あなたですね。胃袋たけしを殺害したのは。さ、どうなる？それに対して返事。そこやぞ。わからないわ。どういうことやねー。そう簡単に終わらせてくれない、この女は。はぁ、あ、なんでそうなるのかしら。来た。いい？私、あなたと知恵比べをしたのよ。うん、その結果、確かに私、犯行は可能だったみたい。うん、その通りです。でも、それはあくまで可能性の話。証拠となればまた別よ。来た、別腹来た。決定的な証拠ないじゃない。来ましたね。はい。ダラ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 。なな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 な。ここまで追い詰めたのにもかかわらず、証拠がない。そうなんです。静粛に。みつる検事どう思われますか。うむ。みっちゃんダメもう。ね。もちろん証人の言う通りである。みっちゃん全然ダメ。どうした。みっちゃんもういる必要ないんだよね。全くいらん。うん、確かに極めて怪しいが証拠となるとない。もうなんかあ、もうなんかね、自信ないな。なるほどのなんかこれ応援になってない、これ。な証拠がないんだよなって言ってるし。ててみつるぎのやつが迷っている。どうしたのかしら。私は今日証人としてここに来たのよ。うん、質問がなければもう帰るわ。くそ、どうする？まだ。セーブ。もう一度証言だから、うん、一応セーブしよう。セーブ。セーブして。行くぞもう。そう、証言しよう、もう一回。もう一度証言を。え、どうしよう、え。いや、分からへんね、俺も。あ、証言か。もう一回証言させてみようか、じゃあ。はい。行け。忙しいとか言うかな、こういうことやから。いや、証言。まあ、ダメだ。ダメっぽいな。自信ねえな、お前。もう一度ですか。諦めの悪い男、いいかしら。あ、これダメか。私がもう一度証言することになっても、うん、さっきと全く同じことしか言わないわよ。それこそ一言も漏らさず完璧に同じことをね。そうしたらあなたどうするの。だら同じ質問をして同じ答えを聞いて、時間の無駄よ。くそ。今度こそこれまでか。詰まった。なんかでもあれも多分ね、どの選択肢も詰まるんだと思うんだよね。かな。うん。では質問もないようなので、これで姫神さんに対する質問を終了します。ダメだ。おっと。みっちゃん。何してんのあんた。あんた何してんの。あんた有罪にしたいんじゃないの。行くぞ。裏切りやで、逆にな。最後までご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録をお願いします。チャンネル登録をすると更新情報を逃さずチェックできます。スマホの方は画面下の動画説明欄からどうぞ。またツイッターでも更新情報をつぶやいてますので、ぜひぜひそちらのフォローもお願いします。それではまた、バイバーイ。